人の思いが世界を変える。賢者の選択、リーダーズ。賢者の選択、リーダーズ。ナビゲーターの蟹瀬誠一です。トーキンゼリナです。今回は働き方がテーマなんですね。働き方って言いますとね、今政府が1億総活躍社会というのをスローガンに働き方改革というのを進めているわけですけどもね、まあ、背景にはね、やっぱり人口が非常に減少してきて労働力が不足しているとか、過労死の問題とかね、あるいはもうちょっと大きく見ると日本自体の生産性をどういうふうに高めていくのかという大きな問題がやっぱりあるんですよね。私は働き方に個性があるのはすごくいいと思いますし、選ぶことができるのもいいと思うんですけど、その働き方が会社でのやりがいだったり、あと働きやすさにもよりつながるにはどうしたらいいんだろうなということは思います。まあ、いろんな働き方があっていいと思うんですけども、まあ、企業の収益だけじゃなくてね、やっぱりそこで働く人たちがどのぐらい豊かさをこう実感できるかね、それがこれからの在り方だという感じはするんですよね。そこで今回は特別編としてワークスタイル変革を実践する企業の取り組みに迫ります。今回のゲストはサイボーズ株式会社代表取締役社長青野義久。1997年創業のサイボーズはグループウェアを中心としたサービスを提供するソフトウェア開発会社。個人のライフスタイルに応じて100人いれば100通りの人事制度を作るをテーマに、2005年頃からワークスタイルの変革に取り組んでいる。税理士法人ネイチャー国際資産税代表税理士芦田俊之。国際資産税の専門企業として2012年ネイチャー国際資産税事務所を設立。トリートアズアファミリーを基本理念に従業員を家族と捉え、独自の制度を考案し働きやすい職場環境づくりに努めている。賢者の選択特別編、働き方改革は成長戦略である。1億総活躍社会実現に向けたワークスタイル変革とは。それでは本日のゲストをご紹介します。サイボーズ株式会社代表取締役社長青野義久さん、そして税理士法人ネイチャー国際資産税代表税理士の芦田俊之さんです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。青野さん、お久しぶりで。どうさせます。今日は働き方っていうのがテーマで、お二人の会社が非常にユニークなことをやってらっしゃるということで、ぜひじっくりお話伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、冒頭の VTR でも紹介がありましたが、青野社長は早くからワークスタイルの変革に力を入れていらっしゃいますが、なぜワークスタイルの変革に力を入れようと思われたんですか？理由はですね、離職率が大変高かったからですね。離職率が 28% もありまして、業界トップですね。業界トップですよね。まあ、もう4人に1人は1年後いないみたいな、もうそういう会社だったので、うん、これはなんか変えないと、うん、もうこれはもういくら採用しても追いつかないぞということで、改革に取り組みました。うん、まあ、その状況をどうやって脱するかですけども、具体的にはどういうことをやられたんですか？非常にシンプルに言うと、もうメンバーの意見をこう聞きながら一つ一つ叶えてあげるっていうことなんですね。例えば残業したくないわっていう人がいれば、じゃあ残業しなくて済む制度を作りましょうとか、短時間で働きたいわと短時間勤務制度を作るとか、在宅で働きたいって言ったら在宅勤務制度を作るとか、なんかこうやってこう一個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 こうやってきたのが、はい、だんだんこう離職率が下がっていきましたね。まあ、今のお話だけ伺うと、その企業の統制ってすごく取りにくい感じがするんですが、一方の芦田さん、はい、まあ、多様性ということを割とキーワードに捉えられているようなんですけども、これはどういうふうに考えていらっしゃるんですか？私はビジネスとしてインターナショナルなクライアント対応してるんで、多様なことがその当たり前だっていうふうになっちゃってるんで、我々はいいところを見てあげるんで、短所見ちゃうとあんたの子が悪い悪い悪いってなるけど、長所だったらあんたは英語できる、あんたは税金できる、あんたはコミュニケーション能力高いっていうふうなところを見てあげるっていう。働きやすい環境づくりという点では何かされたことありますか？前提としては私ね、トリートアズファミリーって考えてるんですね。働いてる人を家族のように考えるっていうモットーでやってる。
昔は私もやっぱこういう職業だったんで、なんかエクセルション主義じゃないですけど、労働時間が長く働いたらその分だけ時給の分が得するんじゃないかとか、そういうことをいろいろ考えたんですけど、これは家族だと思うと残業ある程度してると、あんたまずいんじゃないのと、あんた早く帰って寝て、あの次の日元気にあのやった方がいいんじゃないかっていうのをどん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 なってくるんですね。まあ、青野さんね、今その芦田さんの話にもありましたけれども、働きやすい環境を作るっていうのは簡単だけれども、それはやっぱり制度化しないと企業としては成り立たないですよね。どういう制度がメインにこうあるんですか？そうですね、最初に多かったのは時間のところで、まあ残業したくないです、はい、短時間勤務で働きたいです、で週5日働くの嫌なので4日にしてください、3日にしてください、まあ、1日とかの人もいますからね。そんな件もあるんですか？はい、でこれをもうじゃあ全部認めましょうと。で次はやっぱ場所ですよね、私はこの大阪のこの辺りじゃないとダメなんですとか、できれば週に2回は在宅勤務したいですとか、次場所の自由度で、この時間と場所の多様性ができるとだいぶこう働きやすくなりますね、この2つがあの柱でしたね。サイボーズの制度を社員はどのように利用しているのか話を聞いた。子どもに対するなんかこう働いてるがゆえのちょっとしたこう申し訳なささとかが少しやっぱりあるので、そういったところが解消できるっていう、すごくあの自分の気持ち的にはありがたい。例えば少しこう子どもが学校に行きたくない時期とかもあって、そういう時にもう学校を休ませて会社連れてっちゃえばいいやとかいうふうに思えたのはすごく良かったかと。まあですね、まあ、単純に楽しいみたいで、あの将来サイボーズに入りたいとかあとは会社って楽しいんだねとか仕事って楽しいんだねみたいな、すごく将来に対して、まあ、これでいいのかちょっと分かんないですけど、あのワクワクしてるような気がします。16年間専業主婦をした後に2年ほど前にサイボーズに社会復帰して就職したという経歴がありまして、あのもう社会人として毎日会社に通うのがまず不安で、長時間9時から6時で働くことも不安で、子どもたちが多分そういう働き方をする母親を受け入れてくれるかも不安というところで、それを相談しましたら出社時間も退社時間も選べるし在宅勤務を混ぜても大丈夫っていうことで、最初から9時6時で働かないとダメって言ったら、そもそも多分働くっていう意思がないちゃったと思うんですけれども、私生活と仕事のバランスを見ながら、自分だったらここまでなら大丈夫っていうのを試しながらできるので、すごく安心感もありますし、周りの働いてる方の理解もすごくある会社なので、すごくこう自信を持ってこう社会復帰に臨めたというか、なので本当にありがたい制度だなと活用しています。以前ねブラック企業って言われたぐらいに、正直言ってね、もう24時間働けますかっていう労働環境を作ってたわけでしょ、はい、変えるっていうのは自分の中でも大変だったと思うんですけどね。辞めていく人を止めるためにこういう、多様な働き方を認めるようにはしたんですけど、やっぱ私の中の価値観は変わらないので、私はずっと残業してるみたいな声が続いてたんですけど、2010年にあの子供ができまして、でそれであのちょっと人の勧めもあって育児休暇なんかを取ってみたらですね、またこれがこう考え方がガラッと変化して、あこれ会社の仕事より育児の方が大事だぞと、社会にとってはあの次世代を育てる方が商売より大事じゃないかと、そんなことをあの気づいたので働き方変えるようにしてます、はい、他の社員の方はその姿を見てどういうふうに反応されたんですか？やっぱりあのこの会社では子育てを重視していいんだって価値観が変わりますよね、大丈夫かと思う人もいたかもしれないね子育てしてる人としてない人の間でギャップは生まれたりしないですか？あ生まれますよ、あの不満が出ますね、あのサイボーズはあの子育てのパパママには優しいけど、僕たち独身には厳しいとかっていう意見もありますよ、はい、そういう時はどうされるんですか？それはですね、同じ働き方が幸せとは限らないですよね、みんなそれぞれ違いますから、じゃああなたはどう働きたいんだと、じゃあもっと残業減らしたいのか、もっと給料上げたいのか、でそれをあの言ってもらえればそれを実現できるようにサポートしますよっていう、だから他の人と比較するんではなくて、あなたがどう働きたいのかを考えてくださいっていう、こういうメッセージになりますね、
芦田さんのところはやはりその制度化という点ではどうなんですか、うん、私のところだと、働いてる人になんか意見を求めて制度を作るというより、うん、私が率先してこうやったら楽しいんじゃないかっていうのをどん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 入れちゃいます、うん、日本の会社ってやっぱその休日とかも取れないから3連休とかがマックスになっちゃう、うん、そうするとそんな楽しくないんじゃないかっていうふうに思ったんで年間9連休以上を4回取れる制度を導入しちゃった。私の来年か再来年かちょっと実現できたらいいなと思ってるのが、うん、高級で夏休みの16連休行きたいなと勝手なイメージなんですけれど、うん、お客様を相手にしてるとこちらがたくさん休んでしまうと不満が出てこないのかなって思うんですがいかがですか、うん365日24時間体制でお客さんにバックアップしなきゃいけないって話になっちゃうんですね、うんうん、でそうじゃなくてもうやっぱり線引きした方がいいですよ、うん、そうじゃないとじゃあ土日にお客さんが電話かかってきてどうするんだ取らなきゃいけないんじゃないかって議論になっちゃうんで緊急事案があったら我々チーム体制でやってるんで、うん、それだけはチームでサポートしますよと。なるほど。ネイチャーの制度を社員はどのように利用しているのか話を聞いた。かなりこう普段忙しいので、まあ、フレックスではあってもやはり結構仕事という感じがあって忙しくてもこれが終わればもう少しで長期休暇だっていう風なモチベーションは逆に直前はむしろ上がるかなと思います。非日常的なところの休みになりますので非常に普段とは違う体験ができますから逆に、まあ、休みで学んだことも生かして、まあ新たな仕事に生かすためには非常にいいなというところです。もう絶対に、まあ、9時絶対に5時って決まってると絶対そこに来なきゃいけないので自分の調整できる範囲が少なくてストレスが溜まってしまったり疲労が抜ききれなかったりするんですけどある週急ぎの案件大きい案件があって残業してしまったなって言ったら来週もじゃあまた同じ時間来なきゃいけないってわけではなくて朝ゆっくりちょっとお早起してみるとか早く帰ってみるとかそういったことができるんでストレスが減ったり余裕ができたりそういったところがやっぱり一番大きい効果かなって実感してます。勤務時間中にですね勉強時間を設けることができまして例えば8時間のうち1時間を勉強時間に使うことができますのでかなり自分の能力の向上に役立てるといったところでございます。勉強時間制度の利用していない時においては業務でやってきたことを簡単に調べるだけでございましたので業務以外のことをですね勉強できていなかった部分がございまして勉強することによってやはり自分のキャパが上がりますので余裕ができますね。やはりお客様からどんな質問が対してきても、まあ、答えれるようなところで、まあ、できているのかなといったところで余裕が生まれてきております。企業としてのメリットはどこにあるんですか。離職率とあと働いている人の満足度、この家族の一員としてこの人がこれ制度導入したら楽しいか楽しくないかで考える、うん、でそれの時にそのコストは会社としてそれが持ちこたえられるだけの負担があるものなのかどうなのかって冷静にそれ判断する、うん、でそれが持ちこたえられて、その負担よりも働いてる人の、うんなんか満足度っていうか、はい、幸せ感が高いならばもう全部迷わずすぐ導入、うんうんうん、まあ、青野さんのところもやっぱり時代の変化にこう追いつきながらね制度を変えていったというところがあるんでしょうけれどもやっぱり制度ってこう後追い後追いになってきますよね。その辺のところはどういうふうに対応されてるんですか。とにかくメンバーの意見聞くと、はい、で聞いてすぐやると、うん、で、まあ、時間場所やったんですけど、はい、その後来たのは副業っていうのが来ましてサイボーズで働きながら他で働きたいとか言うわけですよ、なんという失礼なやつだこいつはと思ったんですけど、まあそうは言っても辞められるとかなわないですから、じゃあ副業いいよってやってみて、うんそしたらいろんな効果が出て、はい、今はどっちかというと私も副業推進派で、はい、みんな副業やれやれって言ってます。サイボーズで社員として働きながら副業として農業法人で働く社員に話を聞いた。嫁が農家の娘です。で自宅が農家です。僕の、まあ、スキルとか今までの経験を通じてなんかおもろい農業ができればいいなと思ってたっていうのが、まあ、ベースの背景です、ね、
IT をやりながら農業をやるっていう意味で、それに関しては例えば農業講演をやってくれとかですね、農業のコンサルをやってくれという別のまた副業も来てますし、農業関係のやっぱり人脈は多分このサイボーズだけいたら全然拡大しなかったんですけど、べらぼうに大きくなっているっていうのを感じます。家族の会話が増えました。やっぱ IT をベースにした話は食卓では何も盛り上がりはしませんよね、当然わからないので。だけど今日例えばその人参どうだったとかで、ナス作るけど、ハッシュしたのみたいな話から始まるわけですよ。すごくこう家族のコミュニケーションが増えたっていうふうに言われてますし、僕も楽しくなりました。あれ副業の方が面白くなってそっちの会社行っちゃうっていうリスクもありますよね、うん、あります、カレー屋さん副業でやってて面白くなって、奥さんと一緒に本当にレストラン作っちゃっていますしね。ただそれはそれでまたいいお付き合いが出て行ってもいいお付き合いができたりしますし、逆に副業ができるから、サイボーズに入社したいっていう人の方がもう圧倒的に多いので、もちろん出ていく怖さはあるんですけども、入ってくるこのリターンを考えればもう全然大丈夫ですね、行く自分休暇って言うんですけども、行く自ではなくて行く自分で、自分を育てるために6年間はサイボーズ以外の仕事していいよと、で戻ってきたかったら戻っておいでっていう、それでその時に辞める時にパスポート渡してですね、で6年間の有効パスポートを渡して、はい、もうでも10人ぐらい戻ってきてるんですよ。面白いですよね。そうするといろんなところで経験して、やっぱりそれでもサイボーズで働きたいって戻ってきてくれますから、まあ、人脈も広がってるし、スキルも全然こう社内では得られないものを持って帰ってくれるんで、で出て行って戻ってこないことももちろん多いんですけども、まあ、それでもまあ、サイボーズに少し思いを持って外で働いてくれてますから、はい、そこで人を紹介してくれたりもしますし、うんまあ、自分が転職していった会社でサイボーズの製品導入してくれたりもしますし、はい、じゃあその副業とかそういう他社に例えば人が流れてってしまうっていうこと自体は青野さんから考えてプラスの方が多いと。プラスの方が多いですね、囲い込もうとするからこそみんな出ていきたがる、逆に囲い込まない、もう自由にしていいよっていうと、みんなロイヤリティ高く社内に行っても社外に行ってもサイボーズと接してくれる。なるほど、はい、日本の企業の場合は当然のことながら定年退職っていう時を迎えて、じゃあそこから先どうするかっていうことをね、僕らの世代だとやっぱり考えることは多いと思うんですけども、はい、そのあたりはどういうふうに対応されてるんですか。我々もうコンサルタントに関しては定年なくしちゃったんですよ。じゃあ働いてる方がずっと辞めないで100歳まで頑張られても企業としては困るところあるわけですよね。その辺の雇用形態っていうのはどういうふうになさってるんですか。ある一定の年になるとやっぱり、その契約自体見直しですね、で見直すけれども、その自分が働きたいって言ったらそれが別に年齢の制限がなく働けますよと、将来不安がなくなる。そうですね、年金がどうだっていうふうに考えるのは、自分は働くのがなくなっちゃって、それで年金もなかったらどうするかって話になっちゃうんですけど、それがなくなる。ただ高齢者の方が辞めないと若い人たちがなかなか入ってこれないっていう数で考えたらね、そういう状況も生まれてきますよね。それから能力があるかないかって一体誰が判断するんだという経営者としても難しい問題が出てきますよね、はい、ある意味今までの日本の経営者は、何にも見ずに、一人一人がどんな能力持っててどれぐらい活躍しているのかも見ずに同じように給料を上げて同じように辞めさせてきた、でこれを本当一人一人見ないといけない、欧米に行ったら当たり前にやってることですからね、だから日本の経営者も早く進化しないと、この定年廃止に向かって、いけないと思いますね。この人事制度っていうのは私は完成がないと思っていて、変え続ける、それをやりたいなと思ってます。どん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 新しいのを取り入れたい、それで人生をエンジョイするような会社になればいいなと思った。青の芦田が語る理想の会社とは。まあ今この安倍政権下ではとにかく働き方改革、働き方改革っていうのはキーワードで、もう聞かない日が毎日ないような気がするんですけれどもね。でも本当にじゃあ変えなきゃいけないのかどうかっていう、この必要性っていうのは青野さんどの程度あるんですかね。いやもうこれは個々によると私は思うんですけども、
今例えばこのある会社があって従業員みんな幸せに働いている、家族も幸せに生きている、何にも変える必要ないですよね。もしそれが残業時間が長かったとしてもみんな幸せで健康であれば何にも変える必要がない。でもそれをなんかこうちょっと国はですね、一律的にこうなんか個別の事情も見ずにやれやれっていう、まあそういう感じがしますね。まあ、制度化するときはどうしてもある種のこう型みたいなものにねはめざるを得ないっていうのはあるでしょうけども、やっぱり芦田さん、あの過労死の問題ね、この辺もきっかけになったような気がするんですよね。続いてそういうニュースが出て、大手企業の中で本当に働いて働いてね若くして亡くなってるっていうケース、このあたりはやっぱり相当考えられたことあります。頑張れる人なんかは自分のそのリミットを超えて頑張っちゃうんですね。で誰かが止めてあげないと、あのいきなりそれが精神疾患に現れたり、そういう風になっちゃう。で一回そういう風になっちゃうと、その職場に戻れますか戻れませんかで言ったら、あのなかなかもう戻れないっていう現実があるんで、それは誰かがあのその人がやりたいって言っても、いやあなたはもうちょっと残業しすぎだからダメよっていう風にあのセーブはしてあげるべきだと思います、これって僕らの世代ね、つまり経営のトップの方って圧倒的に大企業は多いわけじゃないですか、そうするとかつてのその働き働き働くのが当たり前だと、額に汗してもうそんなブツブツ文句言うのはねわがままだっていう、その価値観がこびりついてるから、もうその辺の人から変えなきゃダメな気がするんですけどね。おっしゃる通りですね。実際にあの働き方改革で成功している企業は、あのトップが変わってますね、例えば合理的にねいろいろ変えていって、会社は収益上がる、株価上がる、だけども働いてる従業員の方々のお給料は決して上がってないと、格差が広がってるからこそそういう問題が今出てんじゃないですかね、その働き方っていう、企業のトップっていうのは当然その利益が出し続けるそのシステムを考えないと、それはステークホルダーがあのいるので、義務を全うしない、ただそれを全うした後っていうのはどん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 その会社だけは一人でこうあの太っていくっていうよりかは、あの働いてる人の環境をどんどん良くしていくっていうのが、私なんかは好き、まあ、ダイバーシティってことを考えていくときに、いろんな人たちがいて、いろんな人たちがやりたいってい こう意見を取り入れていくと、それはそれで素晴らしいんだけども、いつの間にかその自分らしさっていうのがこう一種のわがままになってって、経営者として別にただほったらかしにしてるだけじゃないかっていう見方もありますよね。その辺青野さんどうなんですか。もうあの逆にわがままを言ってくださいっていうのが僕たちの会社の中ではまあキーワードですね。例えばお昼ご飯選ばせてくれない、わがまま言っちゃダメな社会ってちょっと辛くないですか。辛いです。辛いですよね、だから人はあの生まれながらに個性があるわけだから、そのわがままを出して、でそれが実現されれば嬉しいわけですよね、だからむしろあの一人一人の幸福度を上げようと思ったら、一人一人がどんなわがままを持っているのか全部教えてもらわないと難しい。だからこそあのわがままを出してもらうっていうのが、まあ一つ私たちのやっている人事の考え方ですね。それをじゃあマネージしなきゃいけないわけですね。そうですね。そのために大事なのはやっぱり理念が必要で、その私たちの組織はどこに向かってるんだろうか、でそこに向かうためにあなたのわがままをどう活かせるんだろうか、でここをこう組み合わせるようなこうパズルゲームをしてる感じですね。なるほどね。でこれがうまく組み合わさるとお互いハッピーと、これがあの経営者の仕事だと思います。最後になりますが、今後の展開はどのようにお考えですか。青野さん、あのこの人事制度っていうのは私は完成がないと思っていて、もう中にいる人もどんどん変わっていくわけだし、会社の規模も事業も変わっていくわけだから、変え続ける、それをやりたいなと思ってます。芦田さんはいかがですか。はい、どん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 新しいのを取り入れたい、それで人生をエンジョイするような会社になればいいなと思ってます。まあ、お二人のお話を伺ってると、そのまだまだ日本全体の中で見た時にはね、だいぶ半歩か一歩先行ってる感じがするんですよね。だからそういう意味でお二人が今お話しているようなことがね当たり前になってくる日本ね、これが本当に早くできてこなきゃいけないのかなという気がしますよね。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。